はい、それでは午後の部を始めさせていただきたいと思います。午後は、ゲノムデータベースと次世代シーケンスデータベースということで、東京大学大学院理学研究科の川野が紹介させていただきます。まあ、ただ私東大といいましても9月まで先ほど、紹介のあったライフサイエンス統合データベースセンターというところにおりまして、で今もJST の方のバイオサイエンスデータベースセンターの方の客員もやっておりますので、まあ、完全に身内でございます。はい、で実は私専門はゲノムとかではなくてプロテオムとかなんですけど、まあ、何で呼ばれたのかなよくわからないんですが、まあ、唯一思い当たる節があるのは国大出身だというぐらいです。はい、ということで、まあ、今日はまあ、ちょっと3時間という長丁場なんですけども、まあ、できるだけ手を動かしてもらいながらやっていきたいと思います。はい、本講習では、誰でも自由で使うことができる公共のデータベースとかウェブツールを使って、まあ、研究のさまざまな場面で利用することの多い、まあ、特にここは医学大学ですので、まあ、人を含むゲノムデータベースや、次世代シーケンスデータベースの使い方について、紹介したいと思いますが、もしかすると皆さんの中には次世代シーケンサーの、解析方法を知りたいと思って来られた方がもしかしたらいられるかもしれないんですけども、とても3時間では無理です。ですので、まあ、今日はちょっと、まあ、そういう資料もありますので、その資料の紹介に留めたいと思います。それはもうちょっと申し訳ございません。で講習の流れですけど、まあ、最初に、統合 TV の紹介をして、まあ、シーケンス技術、塩基配列の DNA のデータベースと配列の検索ツール、あとゲノムのデータベースと、あと、まあ、人の、まあ、ゲノム中心としたデータベースと、人に関する情報を検索ツールする検索ツールを紹介したいと思います。で、1回多分休憩を挟むので、配列検索ツールが終わったあたりに休憩になるのかなと思います。で終わりは3時半でしたっけ。はい、それまでに終わらすようにしたいと思います。で一番今日の朝の一番最初にもあったと思うんですけども、皆さんで同時にアクセスされると、まあ、返事が返ってこなかったりするので、まあ、気長にやってくださいということと、あと、今日はアメリカの NCBI っていうところの、サービスを実習で使っていただくところがあるんですけども、NCBI はすごい厳しくって、いっぺんにアクセスがあるとすぐ遮断されます。なので、皆さん全員使えなくなってしまうので、特に、NCBI のサイトを使うときはご注意ください。はい、で分からないことがあったら、美濃和が対応しますので、いつでも、お知らせください。ということで、まず午前中にも紹介あったんですけど、統合 TV というものを、DBCL の方では作っています。これは生命科学の、データベースとかツールの使い方を動画で、紹介するウェブサービスで、まあ、ご存知の方も多かったですけれども、まあ今日の講習会で、課題に対応するようなチュートリアル動画なども、掲載されています。で皆さん学生さんだけじゃなくて先生方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういう先生方は講義とか講習とかに使っていただいているという話も、よく聞きます。あと研究室に新しい学生さんが来られた時に、まあ、この動画を見て勉強しといてというようなことに、使っていただいていると聞いております。で今日の、内容についてはこの統合の TV の中にも、まあ、いくつかの、そのジャンル分けがされているんですけど、特にこの、ゲノム拡散配列構造配列というところのカテゴリーに、多くの動画がありますので、まあ、このカテゴリーの動画を中心に見ていただければと思います。あと今日もそうなんですが、過去の講習会の内容はほぼ、収録されているので、いつでも、ご覧になれます。あとですね、自分このツール使ってみたいんだけど分からないとかっていう時に、もしその統合 TV に、載ってなければリクエストをいただければ優先度が上がりますので、ぜひ、このリクエストフォームから、リクエストをお願いします。それでですね、
今日はですね、まあ、皆さんのお手元に、今朝できた、資料を配らせていただいたのと、あと、最初にも紹介あったと思うんですが、この GitHub っていうところのページに、一応 PDF の資料、今、4枚が、1枚にあると思うんですけど、1枚ずつになった、資料を置いてあるのと、あとまたその資料とほぼ同じものを全部、この、ウェブページ上に置いてあります。でここに全部リンクとか貼ったので、もし、まあ、検索するのめんどくさいとか、そういう時はここのリンクから、飛んでいただければ。すいません、ちょっとさっきからネットの調子が悪くて繋がらなかったりしてるんですが、ここに載ってるリンクから、行っていただけると楽かと思います。はい、ということで、まず、まあ、釈迦に説法かもしれないんですけど、 DNA のシーケンス技術について簡単に触れたいと思います。でこれ資料の方ちょっと資料の方には載せたんですけど、ウェブの資料の方にはちょっと著作権の問題で、載せてないんですけど、左側がまあ、いわゆる今までっていうか、まあ、10年20年ぐらい前までよく使われていたサンガー法というやつで、まあ生化学とかの講義じゃないんで詳しくは説明しないですけど、まあPCR で増やすときに末端に、蛍光を入れて、その蛍光を、キャピラリーっていう、長いカラムを通して測って、キャピラリーシーケンサー使われたことあるって方います。結構いないんですね。じゃあ皆さん次世代シーケンサーを使われているって方はそんなにいないんですね。はい、まあ、キャピラリーシーケンサーの時代はもうその1本のキャピラリーに1個の配列しか測れなくって、一番高い機械でも最高で384本のキャピラリーをしか使えなかったので、1回に読める、配列の数っていうのは384本だったんですけども、次世代シーケンサーってやつはもう、キャピラリーとか使わないでスライドのグラスの上で、遺伝子配列、DNA 配列を増幅して、まあ、それを、まあ、数百万からもう今は奥行ってると思いますけども、そういう密度で、測ると。でこのスライドグラスの上で、蛍光をつけた塩基を、一個一個合成していって、赤く光ったり緑に光ったり G っていうのを、数百万配列に対していっぺんにやると、そういう密度が違う。これでも劇的に DNA の配列を読む速度が上がったということになります。で、まあ、次世代、まあ、もう次世代シーケンサーが登場して10年以上になるので次世代ではないんですけども、まあ、いろんなものが開発されてまして、まあ、一番よく使われているのはこの辺の、イルミナのハイセックっていうやつで、これは大体これ横軸が1回に読める長さですね。1リードで読める長さで、縦軸が、1回のランで何塩基読めるかっていうものです。で先ほどのサンガー法っていうのはだいたい1回で1000ベースぐらい読めて、それが、400本ぐらい、だから 1000×4400 ベース読めたわけですけども、まあ、ハイセックっていうのは、まあ、読める長さっていうのは短いんで、だいたい150ベースぐらいなんですが、先ほど言ったように、非常に高密度で読むので、1000ギガベースですので、1兆塩基ですか、1回に読めるようなものになっています。また最近ではですね、こういういわゆるショートリードっていうものでもなく、以外にもですね、ロングリードの、シーケンサーが新しく出てきてまして、まあ、このパックバイオっていうやつとか、あと、このミナイオンっていうやつは、まあ、大体もう1万塩基を1万塩基連続した1万塩基を1回で読めると、それも、すごい並列して読めるので、まあ、密度的にはそのハイセックにはかなわないんですけど、とにかく長く読めるという特徴があります。なのでこっち側のハイセックとかで捉えられなかった構造多形、もうごっそり遺伝子の場所が入れ替わっちゃってるとか、そういうのは、こっちのロングリードシーケンサーだと検出することができます。
で、こういうあの NGS を 使った、あ、これあの配ってないんです、お配りしてないんですけど、アプリケーションというのは、たくさんありまして、これあの DNA でこんだけあのもちろんあのホールゲノム配列を読むというのがまあ基本中の基本ですけども、それ以外にもあの、いろんなチップシークとか、まあ、こんだけあって、これあの大体表の半分ぐらいしか載ってないんですけども、こういうアプリケーションが DNA だけであって、また RNA を使ったアプリケーションも、こんだけあると、これも、半分ぐらいです。でシングルセル、最近ではあの1細胞単位で読めるようになってきたので、そういう1細胞を読む、アプリケーションもまあこんだけ、これはもうちょっと、まあこれはもう、もうそんなにないんですけど、まあページこのページに収まりにくる切らないぐらいにはアプリケーションがあるという状況になっています。でこれは、一応あの先ほどの GitHub の、下の方に、この辺に、あの先ほどの PDF はこれです。でこのページにその紹介ページがあるので、もし、ご興味がある方はご覧になってください。はい。で、次にあの塩基配列、 DNA 塩基配列のデータベースなんですけども、その前まずあのデータベースの紹介をする前に、塩基配列のデータベースでよく使われるフォーマット、ファイルフォーマットについて紹介したいと思います。でファスタっていうのもすごい昔からある配列、あのフォーマットで、まあ、塩基配列とかアミノ酸配列を、書くためのものです。でファスト級っていうのが、NGS からの時代から使われるようになって、あのはい、あの実際の配列とその配列のクオリティが、セットになったようなフォーマットです。あと DDBJ とこの後で、説明します。SRA っていうのはあのファストキーを、圧縮したファイル形式になります。で、あのサムバムっていうのが、これはあの配列を読んだ時にあのリファレンス配列っていうものにマッピングするんですけども、まあ、それの、マッピングした結果を、格納するファイルで、サムっていうのがテキストファイルで、バムっていうのがその、圧縮して、バイナリー形式にしたものになります。でこの GFF とか BED っていうのがゲノムアノテーションに使うもので、あと VCF っていうのが、これはあの変異の情報を、記述するための、フォーマットで、VCF がテキストで BCF が、それを圧縮したものになります。でここの、下のですね、このページの下の方に、一応、昔の講習会で使われた、資料がありました。あ、これがあの、ミナイオンっていうロングリードなんですけど、あの手のひらサイズで読めるので、まあ、例えばあのなんか感染症が流行ってるような地域とかそういうところに行って使われたりしてるみたいです。はい。まあ、で、NGS シーケンスして読むと、まあ、あの大抵はその、リファレンス配列っていうものにマッピングして、まあ遺伝子の発現量ですとか測ったりするんですけど、まあ、あのシーケンサーから出てくるのはファスト級っていうもの であのゲノムのリファレンスの配列はあのファスタという形式で保存されています。でマッピングした結果はあの、バムサム、サムあのバムサムっていうファイルに保存されて、変異の場合は VCF、発現量の場合は GTF とか、あとチップシークとかの場合は BED とかっていうような、ファイルに格納されます。で、FASTA っていうのはすごい単純で、最初にこの1行目に大なりの記号があって、その後ろにも、コメント、これ何でも好きなこと書いていいです。名前でも番号でも好きなことを書いて、その2行目から配列が始まるっていうフォーマット、単純なフォーマットです。で、ファスト級っていうのが、まあ、こういう形式になってまして、あの1行目が、あの配列の名前とかそういうコメントなのは、同じなんですけど、ちょっとまあ記号が違うんですけど、で、2行目に、実際の配列が入ります。で3列目にも、一応ラベルなんか名前が入って、で4列目に、このクオリティ、この配列のクオリティですね、
この C がどれぐらい C かっていうのを、この文字で表しています。でこの文字は暗号的な感じになってまして、一応クオリティの値っていうのが、出てくるんですけども、大体40ぐらいまであるんですけど、数字だけだと40まで表せないので、文字を使ってASCII コードっていう、それぞれの文字に ASCII コードっていう数字が割り振られているので、それが、ここに、書かれるということになります。なのでここに、クエスチョンっていう文字がクオリティスコアがあったときには、クエスチョンっていうのは、ASCII コードが63 でそれから33を引いた30っていうのが実際の、クオリティスコアになります。こういうふうに、2桁の数字を、1桁で表すためにこういうようなことをやっています。はい、あと、サムはですね、こういうヘッダー行と、あと名前と、染色体番号、場所、スコアとか、そういうのが、入っているようなものになります。あと VCF ファイルも、ヘッダー行と、染色体番号と場所で、ここもし、DB スニップの RSID とかあれば、ここに RSID とか入って、あとリファレンスの延期、あと、オルタナティブな延期スコアと、その後ろに、いろんな、荒れる頻度だとかそういう、情報が入るようになっています。でこの GFF とか、ベッドっていうのは、場所の区間を指定して、そこに、どういうものがあるのかというのを記述するための、フォーマットになっています。でこういうフォーマットをとデータベースの関係なんですけども、ちょっとデータベースはこれから紹介するから、ちょっとあれなんですが、まず、シーケンサーでシーケンスを呼ぶと配列が出てきます。これはFAST queueという形式で、出てきます。で、ここからは大きく分けて2種類に、やり方が分かれて、一つはリファレンスの配列がある場合、人とかそういうもの対象となる配列がある場合には、それに対して、マッピングっていうことをします。読んだ、延期配列がリファレンス配列のどこに相当するかっていうことを、マッピングっていうのをします。でそれを結果を、保存するのがBAM っていう、フォーマットになります。でこの BAM を使って変異を検出したりだとか、発現量を計算したりとかで、また、VCF とか GFF とかそういうものに、となります。でもう一つのルートは配列を読んで、もしリファレンスの配列がないときに、もうその配列をジグゾーパズルを組み立てるようにも、一本につなげなきゃいけないですね。そのつなげる作業をアセンブリっていうんですけども、そのアセンブリっていうのをします。でそのアセンブリされた配列っていうのはファスタ形式っていうので、格納されて、それに対してその配列は文字の並びでしかないので、その文字が何をどこからどこが遺伝子かっていう情報とか、その遺伝子がどういう機能を持っているのかっていう情報を付加して、アノテーションっていう作業をして、そのアノテーションされたファイルっていうのが、DDBJ、自然番形式なようなものにファイルに格納されます。でこれから紹介する、DDBJ ENA ジェンバンクっていうようなデータベースは、この中でもアセンブリされた、配列の情報とその配列のアノテーションを、格納するためのデータベースがここの、DDBJ ENA ジェンバンクになります。で、ここの、次世代シーケンサーが出てきた生データとそれをマッピングした結果ですね、これを、格納するためのデータベース
そして、DRA、ERA、SRA というものが、あります。でその他にも遺伝子発現データなんかを、格納するための GEA、Array Express、GEO なんかのデータベースがあります。だからそれぞれのデータによってデータの、フォーマットも違うし、提供するデータベースも違うということになります。でも、もう一つ別の観点からデータベースを、見てみたいと思います。データベース我々がデータベースと呼んでいるものには大きく2つありまして、一次データベース、二次データベースというのがありまして、一次データベースというのは研究者の皆さんが実験をされて、研究をされて、その結果を、論文を書くときに、最近はもう全部どっかの、公共データベースに入れて ID をもらいなさいということになっているので、そういうデータを入れる先のデータベースが、一次データベースと呼ばれるものです。DDBJ とか、GEO とか DRA とか、PDB とかそういう、そういう研究者自身が登録するためのデータベースというのが一次データベースにあたります。で二次データベースというのはその、研究者の皆さんが登録した一次データベースを整理したりとか、あともちろん、データを登録して一緒に論文を書くわけなので、その論文の中からデータを取ってきて、整理したりだとか、そういうふうに、もともとのデータから、いろんな知識をかき集めてきて、整備したようなデータのことを二次データベースと、呼んでいます。二次データベースにはこれも後から紹介しますが、NCBI のレフセックですとか、アンサンブル、ヨーロッパのアンサンブルですとか、エクスプレッションアトラス、これもヨーロッパですね。あとチップアトラス、タンパク質のユニプロットとか、あと午前中にも紹介あった結果も、あれも、いろんな文献から情報を集めてきた二次データベースということになります。はい、でここから、実際に、データベースの紹介に移りたいと思うんですが、まずですね、INSDC というものを紹介します。これはインターナショナルヌクレオチドシーケンスデータベースコラボレーションということで、大体1980年代からですね、日米欧の3局で塩基配列のデータベースについて、協力体制を取って進めています。でこれ日米をそれぞれでデータを交換しているので、基本的にどこでも日米を同じデータを保存して提供しています。なのでどっか一箇所にデータを登録すれば自動的に世界中に配信されるということになっています。で参加機関は日本の DDBJ、 あとヨーロッパのヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートという EBI、 あとアメリカの NCBI の3局の協力体制というのは今現在できています。でその下で作られたのがこの DDBJ DNA ジェンバンクというデータベースで、これは先ほど言いましたように DNA の塩基配列とそのアノテーションの情報を登録するためのデータベースです。で登録されたデータは日米欧で毎日交換しているので、世界中同じデータが行き渡りますと。で特に日本の場合には DDBJ から登録すると対応は日本語なので、楽、非常に楽。あとデータの最近データもどんどん大きくなってきてますので、データの転送も距離的に近いので、ちょっと早いというようなメリットがあります。でデータベースとしては、ちょっとここがすごいややこしいところなんですけど、 DDBJっていうデータベースを DDBJ っていう機関が同じ名前なので、ちょっとすごいややこしいんですけども、一応 DDBJ が運営している DDBJ っていうデータベースと、EBI が運営している ENA っていうデータベースと、NCBI が運営しているジェンバンクというデータベースがあって、これが毎日データの交換をしています。で、で喋ってばっかりでもなので、ここら辺でちょっと演習を挟んでみたいと思うんですが、ですね、まずこの DDBJ の中に入っている配列を、検索していただこうかと思います。でまず、どういう方法でもいいんですけど、 DDBJ と Google とか、このページのリンクでもいいんですけど、
DDBJ のページに行ってください。はい、そうすると、まあこういうトップページが出てきます。でこれからやる、検索っていうのはここからなんですけども、データの登録はこのデータの登録で、このダウンロードっていうのはもう DDBJ の、まあ、これ一個一個エントリーを検索するんですけども、そうじゃなくてもまるっと全部持っていきたいという人がダウンロード、あとスパコンも、皆さんお使いすることができまして、時間があれば最後に紹介したいなと思っております。でここの、検索のところの、ですね、まあ、いろんな検索方法があるんですけども、キーワード検索というのはこの2番目のアルサっていうものになります。でここに何か適当なキーワードを入れて、検索していただければいいんですが、ここの例に出したのは ALDH1A1 ヒューマンというのを、試しに入れてみます。まあ、そうすると、まあ、結果がたくさん出てきます。でまあ、これなんでたくさん出てくるかっていうと、基本的にこの DDBJ っていうのはユーザーの登録に基づいて作ってるデータベースなので、ユーザーがそのこの ALDH1 っていう名前で登録した数だけ、ヒットしていきます。で例えばこの一番上の AY なんちゃらはんちゃらっていうのをクリックしていただくと、なんかえっ、ー、と細かい文字が細かいものが出てくるんですが、これがDDBJ フォーマットとか GenBank フォーマットと呼ばれるものです。はい、ID 番号とか、あとまあ生物種とか、あとこれがですね、リファレンスっていうところにあるのがこれ登録した人。まあ、こういうような基本情報がまず一番上にあって。その下に、でこれ一番下に、実際に、はい、実際に登録されたこの人たちが登録した塩基配列があります。で、その最初の、基本情報とその配列の間に、配列のどの部分が、どうだっていうようなアノテーション情報と呼ばれるものが、ひたすらダーッと書いてあります。どこかに、そうですね、でこの辺に、このジョイン1900から2018のがこの、この登録された配列全体の中の1900番目から2018番目がメッセンジャー RNA になりますと、エキソンですと。でこの間はイントロンということになります。でこれがメッセンジャー RNA で、実際にタンパク質が構造されているのがコーディング領域 CDS で、この部分が、現在登録されているこの部分が、実際に、ATG からアミノ酸に翻訳される部分で、翻訳されたアミノ酸がこれですと、というような、検索ができるようになっています。はい、で次に、NCBI の、レフセックっていうのを、検索してもらいたいと思います。で、リンクを貼り忘れました。すみません。NCBI でググってください。NCBI で今回はあえて先ほどと同じキーワードの、ALDH1A1 ヒューマンで検索してみたいと思います。
で NCBI っていうのは DDBJ っていうのは基本的に DNA しか使ってないんですけども、 NCBI っていうのはまあ DNA とか、まあ、皆さんよくご存知の PubMed とか、いろんなデータベース扱ってますので、そのいろんなデータベースに対して検索した結果っていうのがこの下に出てきます。で、NCBI の特徴っていうのは、先ほど二次データベースに RefSeek っていうのがあるっていうのを紹介したんですけども、NCBI ではそのユーザーの皆さんが GenBank に登録したデータをガッチャンコして整理して、一つの遺伝子には一つのエントリーを作るようにしています。なのでこの一番上に今出てきているこの RefSeek ジーンとか RefSeek トランスクリプトっていうのがもう一つしかエントリーがなくて、でも先ほどと同じ形式なんですけども、これは一応NCBI のキュレーターって呼ばれる方がもう整理して、そのいろんなジェンバンクに登録されているデータをもうガッチャンコしても全部書き込んで整理して記載しているものになります。でこれが二次データベースになります。でこれをジェンバンクレフシークの情報をさらにまあリッチなものにして、このジーンっていうところをクリックすると、こういう遺伝子に関する基本情報とか、どういうものですよっていうような、記述、あと場所ですね、ゲノムのどこにあるかとか、あと後ほど紹介するゲノムブラウザの表示ですとか、あと発現ですね、どの臓器にどれぐらい発現しているかっていうような、いろんな情報が、まとまって、表示されます。こういうふうに一次データベースを、きちんと人手をかけて整理することで、分かりやすいデータベースになるというような、例になります。はい、大丈夫でしょうか。すいません、ここで眠いところすいません。はい、でじゃあ次にですね、DRA、ENA、SRA というものを紹介したいと思います。でこれは次世代シーケンサーから出た、生データ と、マッピングしたデータですね。先ほど紹介した、生データとマッピングデータを登録するデータベースになっています。でこれも日米欧3局あってデータの交換もしていて、DRA っていうのは DDBJ シーケンスリードアーカイブで、 ENA、 EBI は塩基配列のデータベースはもう全部 ENA で、まとめているようです。名前を統一しているようです。で、NCBI はシーケンスリードアーカイブっていうのを使っていたんですが、まあ、数年前までは次世代シーケンサーが出た当時っていうのはもう本当に30とか50とかそれぐらいの長さしか読めなかったので、ショートリードシーケンサーと呼ばれてたんですね。なので、一時期は初期はショートリードアーカイブとか呼ばれてましたけども、現在ではシーケンスリードアーカイブというのが正式名称になっております。で、これがちょっとややこしいんですけど、このSRA とか DRA にデータを登録するときにはですね、ちょっといろんなファイルを登録しなきゃいけないことになってます。では基本的な単位はこのサブミッションっていう単位で、これで登録するんですけど、まあ一つの研究って一つの実験だけするわけじゃなくて、まあ例えばがん細胞とその周辺の細胞を両方読んで比べたりとか、何かのがん細胞に何かの薬を何かの化合物をかけて時系列で見てどうなるのを調べるとか、まあ、そういう1個の実験だけで、なるプロジェクトってのはそんなになくって、まあ、いくつかの実験が、組み合わさって、1つのプロジェクトを形成しているわけです。なのでこの、まずバイオプロジェクトっていうこれ全体をまとめるようなデータベースがあって、でその下に、それぞれの、実験ですね、
がん細胞何も、ディム層をかけました、がん細胞に何か薬品かけましたみたいな、それぞれの実験ですね。でそれぞれの実験には、それぞれのサンプルが紐づいてるんですけど、どういうサンプルかを使ったかっていうデータベースが別にあるんですけども、これはこのデータだけじゃなくても使われるので、他のデータベースでもこのバイオサンプルと使われるので、バイオサンプルっていうデータはこのサブミッションの、中に入ってなくて外に一応出てる形になります。でこのエクスパリメントに、どういうライブラリを使ったとか、どういう CKL 差を使ったとか、あとどういうサンプル ID ですねなんかを書いて、でそれぞれ の, エクスパあの実験にまた、次世代シーケンサーの欄がいくつかぶら下がることがあります。これはテクニカルレプリケートとかで、同じ細胞を使って複数回やったりとか、あとデプスを稼ぐために、複数回読んだりとか、そういう時に、一つの実験から、複数の、実験次世代シーケンサーのデータが出るというのがありえるので、こういうような構造になっています。なので登録するときにはちょっと面倒なんですけども、これ全部に関してですね、データはあるのはいいと思うんですけど、それぞれのファイルがどういう、実験のもので、その実験の条件は何で、サンプルは何で、どういうプロジェクトですっていうことは全部と一応書いてもらって、登録してもらうということ形になっております。はい、でここでまた、DRA の検索を、やってもらいたいと思います。はい、で今度は DDBJ の、DRA、DDBJ のページのどこかからもいけると思うんですけど、DDBJ の DRA のページは、こんなようなページになってます。でこれも検索と、あと、実際に、データを登録するときはここから登録することになります。で先ほど言ったそういうデータ構造、データどういうデータを登録しろってことはもう全部、ここに、書いてありますので、もし、データを登録することがございましたら、こちらを参考にされて、一応日本語で、これも日本語で書かれているので、ちょっと長いんですけど、こちらを参考にしていただければと思います。で検索するときはこの検索という、ところを押すと検索画面に行きます。で基本的に検索はここからするんですけど、下に、統計情報が載ってまして、それぞれのデータタイプの数ですね、先ほど言った、エクスパリメントとかランがどれくらいあるかとか、登録されている生物種ですね、あとどういう実験タイプか、ホールゲノムシーケンスとかメタゲノムとか、RNA-seq とか、そういうような、どういう研究タイプのデータが登録されているか、あとどういうセンターから、登録されているかっていうのことが、表示されてまして、この、リンクをクリックすると、そのデータセットを絞り込むことができるようになっています。で、今回これも何でもいいんですけど、今回はブレストキャンサーとか、何でもいいんですけど、検索してみたいと思います。そうすると、わらわらとたくさん出てきて、このアクセッションっていうところをクリックすると、それぞれの、プロジェクトの、概要、ちょっとこれ、これ SRA ですよね。SRA で始まるのは、
NCBI から登録されてるやつなんですけど、まあ、NCBI から登録されてるのは結構メタデータ、こういうメタデータがない傾向にあってちょっとひどいなっていうのを我々も思ってて、ちょっとこのメタデータがないとただのデータが置いてあるだけなので、どういうデータかわからないので、再利用しようにも使えないっていうような状況になってしまいました。で、まあ、ここに、それぞれ のどういう実験だったとか、ホールエキソームのシーケンシングで、イルミナのハイセック2000という機械を使って、読みましたと。なことが書いてあります。で、一応この、この実験には2つの欄がひも付いていて、2つの同じ条件で、2つの2回、シーケンサーをかけたと。で、同時に何本読まれたかと、全部で何塩基読まれたかということが書いてあります。で、この、このじゃないな、まあ、こういう、FASTQ とか SRA というところをクリックするとダウンロードできるように、なっていますが、多分超ファイルでかいんでやめておいた方がいいと思います。で、FASTQ っていうのが元の、テキストで書かれた先ほど言った、配列とクオリティがペアになったデータで、SRA っていうのが、それを圧縮した形式で NCBI が提供するソフトを使って回答する必要があります。ただダウンロードするときはもちろんファイルサイズはちっちゃい方がダウンロード早いので、こういう圧縮された形式でダウンロードしてきて手元で展開するというようなことが考えられます。でもこういうふうにしてデータセット検索できるんですけども、まあ、基本的には皆さんが実験とかされて、まあ、その出た結果が本当に合ってるのかっていうのを、まあ、こういうデータを取ってきて検証するですとか、まあ、元々こういうデータ取りたかったんだけども、誰か取ってる人がいたとか、まあ、そういう時はわざわざ読まなくてもいい場合もあるので、まあ、もちろんそれは場合によるんですけど、もしそういうものがあるんだったら実験する手間とかお金も省けるので、ぜひ、活用していただければと思います。はい、でもう一個、遺伝子関係DNA 配列関係のデータベースとして GEA アレイエクスプレス GO というものを紹介したいと思います。これは遺伝子発現のデータを、格納するためのデータベースです。で、これは NGS のデータだけじゃなくて、もともとアレイエクスプレスとか GO っていうのは、まあ、マイクロアレイのデータを格納するために作られたデータベースですけれども、まあ、それを今では NGS の発現情報も、にも対応しているということになっています。で、GEA っていうこの DDBJ が作っているゲノミックエクスプレッションアーカイブっていうのが、今年の7月からようやく運用開始になりまして、日米欧の体制でこれも、ようやく日米欧でデータベースが揃ったということになっているんですが、このGEA とヨーロッパのアレイエクスプレスの間では一応データ交換をする予定、まあ、もうしていると伺ってますが、アレイエクスプレスというのは GEO のデータを取り込んでるんですけど、 NCBI の GEO のデータを取り込んでるんですけども、GEO はアレイエクスプレスのデータを、取り込んでないということで、この遺伝子発現のデータベースに関しましては、その一応3局でやってることになってるんですけども、それぞれ中に入っているデータがまちまちということになるので、まあ、一括検索とかもないので、それぞれのデータベースに行って自分の欲しいデータベースがあるかどうかっていうのを調べてもらう必要があるかと思います。はい、これは紹介だけにとどめます。
で最初にもちょっと言い訳させていただいてやるんですが、NGS のデータ解析っていうのは、コマンドライン、コマンドラインっていうのをご存じない方いますかね。こういうふうにですね、自分でコマンドをピコピコ打ち込んで、解析するソフトがほとんどです。まあ、なんでかっていうと、もともと全部のソフトはこういうコマンドラインで作るんですけど、まあ、その上に GUI っていうのを作るんですけど、ちょっと NGS の解析ソフトっていうのはまだまだ発展途上で、もうどんどん変わっていくので、その GUI を作るのが追いつかないというような状況にあって、まあ、まだこのコマンドラインを打ちながら解析するというのが主流です。あと次世代シーケンサーとかのファイル数とか多くなってくると自動的にどうしても一回一回クリックしたら人解析、クリックしたら人解析みたいなことをできなくはないんですけども、100ぐらいならやれるんですけど、1000とかになってくると辛いんで、まあ、そうコマンドラインだとそういうループとか回すと自動的に1000回やってくれて、まあ、一晩とか一週間待ってれば終わって計算をしておいてくれるというような、こともできるようになってます。なので今現状ではまだ、コマンドラインで実行するものが多いので、まあ生物系からバイオ系から入るとなかなか習得するのは、まあ、実は難しくはないんですけど、分かれば全然難しくないんですけど、まあ、最初の敷居は高いかなという感じはあります。なので、ここでは資料を提示するのにとどめますが、先ほどの JST の、バイオサイエンスデータベースではですね、平成26年から29年までNGS ハンズオン講習会というのをやっておりました。でここに、その時のですね、講義資料とか、講義資料とかですね、その時の、講義の様子の動画とか、全部あります。で、大体見ていただけると分かるんですが、大体まあ1週間ぐらいかけてやるような内容になっております。まあ、ですので、まあ、なかなかお時間は取れないかと思いますが、ぜひここで、まあ、NGS 解析をやるための、やり方というのも一通り網羅されていると思いますので、あとそういうコマンドラインの使い方から、簡単なプログラミングの仕方とか、まあ、ツールの使い方とか、どういう解析をしたいときにどういうツールを使えばいいのかとか、多分そういうことは書いてあるので、まあ、講義資料を眺めていただくだけでも勉強になるのかなと思います。あと多分新しい方がどんどんアップデートされているのでいいと思います。あともう一つは次世代シーケンサードライ解析標本というのが、出てまして、これが、まあ、一番わかりやすい、今のところ一番分かりやすい、その次世代シーケンサーの、コマンドラインを使った、解析方法の紹介になっているのかなと思います。なんか、実際にこの本をまず書いて、その原稿を素人に渡して、その素人にやらせて、どこが分からないのかとか聞いて、でその素人さんが、やった日記みたいなことも書いてあるので、まあ、どういうところでつまずくのかとか、そういう、ところは、割とケアされているんじゃないかなと思います。ただですね、これも、いつ出たのかな、まあ、2年ぐらい、2、3年前に出たと思うんですけども、やっぱり、その間にツールのバージョンとかも、上がったりしているので、まあ、動かないというようなこともたまにあったりします。そういう時にはですね、このライフサイエンス QA っていうところも我々やってまして、
まあ、ここで質問していただくと、まあ、分かる人がいれば、答えてくれると。この辺多分そういう質問、はい、トライ教本で、自分勉強してたんですけど、インストールできませんと。ただ、答えをくれるというようなこと。一応この書いた著者も、見てるので、もし詰まったりすることがあれば、こういうところで質問していただければと思います。で、まあ参考までなんですけども、先ほど箕輪から説明ありました、統合バー、まあ、これもあとで実習でやりますが、これの、データ解析に使っているプログラムを一応例示、させていただきしました。まあ、ファスト QC っていうのはクオリティをチェックするようなプログラムから、BWA っていうリファレンスゲノム、リードをゲノムに、マッピングするようなツール、あとサムツーというのはサムファイルとかバムファイルをいろいろ、操作するコマンドですね。ベッドツールもそうですね。あ、ちょっとすみません、2つかぶっちゃいましたが、GATK っていうバムファイルから、変異の情報を抽出するようなソフトとか、その抽出した、バリアントに、それはどういうものかっていうアノテーションをつけるようなものとか、まあ、そういう、いろんなものを使って、データを作っています。基本的に全部コマンドラインです。まあ、その他にも、これは遺伝子変異を検出するような、ソフトウェア群ですけども、遺伝子発現を検出するようなソフトウェア群としては、まあ、こういうような、ものもあるので、一応紹介しておきます。はい、ここまでが、何でしたっけ、データベースの、紹介になります。よろしいでしょうか。何か質問とかあれば、いつでもどうぞ。はい、じゃあそれではですね、この、はい、まあ、そういうデータベースが、DNA 塩基配列のデータベースが、まあ、いくつもあって、まあ、それを検索するためのツールっていうのを、次に紹介して、休憩に入りたいと思います。で、まず紹介するのが、ブラストと呼ばれるもので、これはもう、基本中の基本の、ソフトになります。でこれは配列データベースの中から似た配列を探すというものになっています。これは配列が似ていれば機能も似ているという、まあ仮説に基づいて、まあ、そういうようなことをやっています。基本的に配列というのは文字列なので、その文字列がどれぐらいに似ているかというのを、検索するためのプログラムです。でブラストというのはこのベーシックローカルアライメントサーチツールの略です。でも類似性検索では多分皆さんも使ったことあると思うんですけども、まあデファクトスタンダードになってます。実際にはもうこれよりも正確な、ソフトってのがあるんですけど、やっぱりその、正確さを求めようとすると速度が遅くなるので、その速度と正確性のバランスから、このブラストっていうのが、今のところ一番選ばれてます。で、まあ、基本的に文字列を検索するので、 DNA の塩基配列でもタンパク質のアミノ酸配列でも両方とも文字列なので、使うことができます。でどういうことをやってるかっていうと、まあ、このクエリーっていうのが自分が持ってる、配列で、これに似た配列をデータベースの中から探してくるんですけども、まず、このクエリーを数文字に、バラバラに分けます。でこのデータベースの方もあらかじめ数文字、これ DNA とタンパク質アミノ酸で違うんですけども、DNA で11ぐらいだったかな、11文字ぐらい、アミノ酸だともっと短いと思うんですけど、あらかじめその、分けといて、索引を作っておくんですね。で、ここの、バラバラにした配列と索引を、照合して、でその索引の
ヒットしたところから、横に、広げていって、マッチしなければ、ペナルティースコアを与えて、マッチしたらプラスのスコアを与えて、スコアが、最大になるように、アライメントを取るというようなことを中ではやっています。でこのブラストはまあ、DNA あの塩基配列でも、アミノ酸配列も使えるって話をしたんですけども、まあ、なのでその分だけ組み合わせがあります。で一番分かりやすいのはこの、ブラスト N とブラスト P っていうやつで、ブラスト N っていうのが、DNA の塩基配列をクエリーにして DNA の塩基配列のデータベースを検索するというものです。でブラスト P っていうのが、アミノ酸の配列を入力としてアミノ酸のデータベースを検索するというものです。で他にもDNA の配列が分かればアミノ酸の配列に自動的に翻訳できますので、DNA の配列を入力してその DNA の配列を6フレーム自動的にアミノ酸に翻訳してアミノ酸の、配列データベースに対して、検索するブラスト X ですとか、まあ、その逆ですね。アミノ酸配列を入力として、DNA の配列側を全部6フレーム翻訳して、検索する T ブラスト N。 あと珍しいっていうか、ちょっとややこしいのが、核酸配列を、入力するんですけど、核酸配列入力した核酸配列を6フレームで翻訳して、さらに、データベース側の核酸配列も6フレームで翻訳して、アミノ酸同士で、検索するというのが、T ブラスト X というものになります。で、なんでこういうことをやるかっていうと、まあ、例えば人とバクテリアではコドンバイアス使われているコドンが全然違うので、塩基配列レベルでは似てなくてもアミノ酸配列では似ているということはありえるので、こういうような検索ができるようになっています。はい、ということで、実際に、ブラストを使ってもらいたいと思います。はい、ブラストの連打はやめてください。これはマジでやばいです。貼り忘れたので、上にリンクがありますので、はい、そしたらこういう画面になります。で、塩基配列同士の、検査がこれで、アミノ酸配列同士の検査がこれです。で先ほど言った翻訳して検索するのはこの、2つ、あとどっかに、その T プラスと X があると思うんですが、まあ、その他にも、下の方にそれぞれの目的に特化したような、検索ブラスト検索が用意されています。例えばGO の先ほど言った遺伝子発現のデータベースに対して検索するような、ブラストですとか、そういうものが用意されています。で、今回はまあ、どちらでもいいんですけども、まずヌクレオチドのブラストをやってみたいと思います。でこっちの GitHub のページの方に、一応、サンプルの配列を用意しておいたので、こちらをコピペして使っていただければと思います。あとファイルに保存されているような配列からも検索できるんですけど、
よくファイルをアップロードされてできませんって聞くんですけど、よく聞いたらワードファイルをアップロードしようとしてたとかあって、基本的にテキストファイルじゃないとアップロードできません。ワードファイルとかはアップロードできません。で、入力配列を入れるのと、あと大事なのは、このデータベースっていうか、ね、データベースを どのデータベースに対して、検索するかっていうのが、重要になります。で、この今、最初に多分一番最初に選ばれているのはこの、ヌクレオチドコレクション NRNT っていうやつだと思うんですけど、これはジェンバンクに登録されている配列で、もちろん、いろんな人が登録するので重複がありますので、その重複を取り除いた、データベースになります。その他にも、目的に応じて微生物の、種を特定したかったらこの16ケツリボソーマル RNA 使ったりとか、もちろん、レフシークはジェンバンクから、ジェンバンクをきれいにした二次データベースというお話をしたので、そのレフシークを使った方が、きれいなデータに対して、検索した方がきれいな結果が返ってきます。こういう、いろんな、PDB とか、だからタンパク質の立体構造のデータベースのプロテインデータバンクというのがあるんですけど、そこに、登録されている配列に対して検索すると、そうすると立体構造が分かっている、配列だけがヒットしてくるというようなこと、検索ができます。今回は NRNT を使ってみたいと思います。あとそうですね、で検索したい対象の生物種が分かっている場合には、生物種を指定した方がその検索する空間が小さくなるので、結果が早く返ってくるということになります。あとは、このプログラムをどれ使うかっていうところで、上に行くほど早いけど不正確、下に行くほど、遅いけど、上のものと比べれば、正確というかよりそれっぽい答えを出してくれるというものになります。今回はデフォルトのままでやってみましょうということになっているのでやってみます。皆さんいっぺんにやらないでください。はい、そうすると今何秒ぐらいで、10秒もかからないぐらいで結果が返ってきました。で結果としては、まず一番上に、これが今入力した配列です。で下が、入力した配列のどの部分にヒットしたかっていうことで、もうでこの色がスコアなんですけども、ほぼちょっと同じ配列が NR の配列、データベースなので、いろんな配列がいっぱい入っているのでほとんど、ヒットしてきてしまっています。でその下に、どういう配列がヒットしたかっていう、名前とスコアとあと E バリュー、どれぐらい、偶然にヒットしたかっていう、これが小さい方がいいんですけど、あとアイデント、どれぐらいの、類似度かというようなことが出てきていて、その下にちょっとこれフォントが、等幅フォントじゃないんでずれちゃってますけども、クエリーとあとそのヒットした配列とで縦線は文字がマッチしたという意味になります。はい、ちょっとほとんどマッチしてるのであんまり面白くないんですが、こういう、マッチした配列をごそっとダウンロードしてくるみたいな統合 TV も確かあったと思うので、そういうことをやられたい方は、
統合 TV を見ていただければと思います。そうですね、多分これ配列を選んでダウンロードとかやると起きるんだと思います。そうですね、ヒットしてきた配列がファスタ形式でダウンロードできるというような形になってます。はい、で発展としてちょっと今回は DNA 中心の話だったので一応発展の方に入れたんですが、もちろん、アミノ酸の配列でもできます。これもやってみますか。でアミノ酸配列同士の場合は、プロテインブラストというのを選びます。で、GTF なんだかトランスクリプションファクター2の配列をコピペします。でここでもやっぱり大事なのはどのデータベースを選ぶのかっていうのが一番大事で、もう最初からはこのジェンバンクの配列を自動的にアミノ酸に翻訳した、ノンリダンダントプロテインシーケンスとか指定されてるんですけど、多分タンパク質の世界ではこのユニプロットスイスプロットっていうのが一番人手がかけられて整備されているので、まずこれを検索することをお勧めします。で多分いいデータベースから検索していって、まあ、そこにヒットしなかったら、もうちょっといろんなものが入ったデータベースに検索して、その自分の持っている配列が何に似ているのかっていうのを、ヒットしなかったらどんどん大きなデータベース雑多なデータベースに対して検索するとヒットするかもしれないです。はい、でアルゴリズムはタンパク質同士を計算するときはブラスト P というものになります。ちょっとこの辺はちょっとまた違う種類の計算方法になります。で、アミノ酸配列の場合にはその、アミノ酸がどういうドメイン、ドメインってのを何かの機能を持った構造単位なんですけど、どういうドメインを持っているかっていうのが、この上にまず表示されて、はい、ユニプロット非常に、整備されたデータベースに対して検索したので、ヒット数はそんなに多くありません。でこの辺上の4本は、ほぼ一致してますけど、そこから下は、この真ん中辺が何か違うというのが分かります。ね、でこういうふうに、ギャップが入って、これもちょっとずれちゃって、フォントの関係でずれちゃってますけど、ギャップが入ってたりとか、そういうのが、分かります。こういうふうにして、基本的にブラストっていうのは自分の持っている配列と似た配列を探してくるというような、ことになります。でこのブラストもですね、たくさんの配列を NGS で読んでた配列たくさん出てきたんだけど、全部ブラストかけたいとか、あとこの NCBI に入ってないデータベースとか、
あと自分で作ったデータベースで外に出せないデータベースがあるとか、まあ、そういう場合には自分の PC にインストールして使うこともできます。でそのやり方も一応統合 TV になってますので自分でブラストをインストールしてでデータベースを作ってで検索をするというようなことが自分の PC でできるようになってます。で私 Windows 使わないので Windows でできるかどうかよくわからないんですけど、まあ、シグインとか入れればできるのかもしれないですけどそこはわかりません、すいません。MacOS とあと Linux では簡単にとは言っちゃダメですね。できる、一応できるようにはなってます。はい、で1時間くらいだったかな。で最後にですね先ほどの DBCLS の方で作っているゲゲゲノムっていう検索ツールとググルナっていう検索ツールがあるんですけどそれの紹介をしたいと思います。このまずゲゲゲノムってやつは作った、作者がですね超絶高速ゲノム検索でもうとにかくですね彼はもともとじゃないですね、彼は趣味でレーシングをやってましてとにかくいかに早く検索できるかっていうのを追求してですねもう配列はもう全部 SSD に乗っけてみたいなことをやってます。でこのゲゲゲノムっていうのは検索対象は公開されているゲノム配列です。で入力は塩基配列を入力してその塩基配列がゲノム中にあるかどうかっていうのを検索します。でミスマッチとかギャップもある程度までですけどあっても検索が可能になってます。ただこれゲゲゲノムの方はゲノムの配列が入っているだけですのでアノテーションは入ってないのでその ATGC の文字が入っているだけですのでそれの専用の検索ということになります。一方でこの統合遺伝子検索 Google なっていう方は検索対象は先ほどの NCBI が整備したレフセイクの転写産物になります。まあ、その中でもメッセンジャー RNA とこういう NM とか XM っていう ID から始まるエントリーあとノンコーディングの RNA ですね。これに対して検索をします。で入力としてはこっちは配列だけじゃないんで、まあ、もちろん配列も検索できるんですけど電子名ですとかキーワードですとかアクセッション番号塩基配列アミノ酸配列だからこのレフシークに入っているデータは一応全て検索できるようになってます。あとマイクロアレイのプローブ ID なんかを使って、その遺伝子のどこからプローブ ID が設計されているかということを、調べることもできます。はい、ということで、次に、ゲゲゲノムによる、塩基配列の高速検索ということをやってみたいと思います。これも、ゲゲゲノムでググったこの上に、リンク貼ったので、はい、基本的にはここに、検索する、DNA の配列を入れてあと検索する対象のゲノムですねどのゲノムに対して検索するかと。で人の場合だと今、3つ入ってるのこれ、人は3つ今入ってますね。人のバージョンというのは今、HG38 というのが最新なんですけどもまだ、アノテーションは HG19 の方がまだアノテーションリッチっていうこともありましてまだ19を使う人も多いです。バージョンが違うと座標が違うので変わっちゃうので、全く、違うものになります。で、そうか。でこの下の検索例っていうところに検索例となる検索文字列があるので、
これをクリックしていただくと検索できると思うんですが、これはぜひ皆さん一緒にクリックして、うちのサービスなんで落としていいんでっていうかどれぐらいで落ちるかっていうのを知りたいのでせーので押しましょうか準備はよろしいでしょうか。じゃあ行きましょう。せーの。おお、帰ってきた一瞬で帰ってきたと思うんですけども、答えが返ってこないっていう方いらっしゃいます？いない。結構短い配列なので、でしかも30億塩基の、ヒトゲノム全部に対して検索するので、1秒もかかってなかったですよね。これぐらいの速度で、検索することができます。で、でポジティブストランドで15個、反対側の、差で、8箇所、合計23箇所この配列がありましたということを、計算できます。で、今この下にギャップの数っていうのがあると思うんですけど、ここに、ギャップの数、検索する塩基の長さの 25% までっていう制限はあるんですけども、ここにギャップの数を入れて検索してもらうと、ちょっと時間かかりましたね。やっぱりギャップとかミスマッチを入れると検索空間広がるのでちょっと時間かかりますが、こういうふうに、もう先ほどと比べてヒットした件数が大幅に増えているのが分かると思います。でこういうふうにですね、この部分がヒットしたんですけどこれが違うよというのとか、ここが欠損してるのかな、これはここは欠損してますよとか、これがあれですね、ここに挿入がありますよとか、ような、検索も、高速にすることが、できるようになっています。でもう一つのグルナの方も、そのページに行っていただくと、このページの下の方に例があって、こういうふうに検索すれば検索できますよっていうのがあるので、ちょっとやってみてもいいんですけど、こういうキーワードで検索したりですとか、でこれレフシークの先ほどの全版形式のあれが入ってるんで、どっかにヒットすればヒットします。あとはこういう ID から検索したりですとか、もちろん塩基配列からも検索できますし、で先ほど見てもらったようにレフシークにはあとアミノ酸、翻訳されたアミノ酸配列も入っているので、どっかから、そのリンクはないのか、アミノ酸配列からも、検索できます。あと、マイクロアレイのプローブとかも、こういう感じで、この遺伝子の、この部分を使ってマイクロアレイのプローブが作られてますというようなことを、高速に検索することができます。はい、で最後じゃなかったですね。これが、多分最後だと思うんですけど、前半の最後だと思うんですけど、午前中にも紹介があったクリスパーダイレクトという、ものの紹介をしたいと思います。でこれは最近よく使われているゲノム編集ツールのクリスパーキャス9というシステムがありますけども、それで遺伝子を操作するとき、ゲノム編集するときの、ガイド RNA というのを作るのが必要なんですけれども、それを設計するためのツールです。で、この、CRISPR-Cas9、まずこの PAM っていう、配列に、
くっつくらしいんですけど、まあ、それの、それに隣接する二重塩基を選択します。でこれはあの入力した配列に対してこの、PAM の3 PAM3 塩基からなんですけど3塩基の、3塩基プラス20塩基23塩基を、PAM を含む23塩基っていうのを、まず、検索します。でこれだけだとあのただその入力した配列の中から探してくるだけなんですけども、一つ大きな特徴なのは先ほどのゲゲゲゲノムを使ってですね、ゲノムに対してその設計されたガイド RNA っていうのを検索します。なのでまあ、オフターゲートっていう、まあ、いろんなところに、このガイド RNA がくっついて、ゲノムにいろんなところに入っちゃったら困るわけですよね。なるべく狙った1箇所に入れたいのでその、何箇所ぐらいにその配列の特異性があるのかっていうことをゲゲゲゲノムで、検索、しています。で今なのでこのゲゲゲノムに対応した、生物種には基本的に対応してまして、現在のところ650種類以上の生物種に、対応しています、ヘルプのページには、対応している生物種の一覧があります。なのでもちろんまだ入ってない、生物種もあるので、まあ、ゲノムが公開されているという条件付きにはなるんですけども、もし、このクリスパーダイレクトこの生物で使いたいというご要望が、ございましたら、まあ、ここからっていう、DBCLS の、お問い合わせフォームから、ぜひリクエストいただけると、追加するようにいたします。でこれも、やってみたいと思います。はい、クリスパーダイレクトを開いていただいて、まあ、そうすると最初から、多分サンプルみたいなのが入っていると思うので、まあ、ここに、自分が編集したい対象の、DNA の塩基配列を入れます。でここに、PAM の配列を入れます。まあ、なんか最近ではいろいろ改良されて、PAM ターゲットの PAM も増えているという話を聞いています。であと対象のゲノムですねを選びます。これも保管されるはずなので、多分キムとかやれば、こういうふうに何文字か入れると候補が出てきて選べるようになっています。で、デザインっていうのを押すと、結果が返ってきて、PAM の配列を含む20文字ですね。の、まずこの配列の中から、それを全部、探し出してきて、で、まあ、それのリストがこちらに、左側になります。で、真ん中に、その、この23、塩基の性質ですね、 GC 含量とか TM とか、あともしあれば制限酵素のサイトとかが表示されます。で、この一番右側がゲゲゲノムにかけた結果なんですけども、この PAM プラス8塩基だと、一番上のは103箇所あって、12マープラス PAM だと3箇所あって、20マープラス PAM だと1箇所なので、こっちの方はこっちの方は似ているものが結構あると思いました。下の方がそう多いですけど、そういうものがあります。それよりもやっぱり、なるべく似ている部分が少ない方が得意性が上がるので、こういうおすすめのものはちょっと緑マークがつくんですけど、まあ、この配列だと、まあ、PAM プラス8だと1244個あるんだけど、あるんだけど、PAM プラス12だと、もうゲノム中には1箇所しか、これ1箇所しかなくって、もちろん20マープラス PAM でも1箇所しかないと
というようなことになります。あとこういう灰色になるのがあるんですけど、これはゲノム上でイントロンが入ってて、実はゲノム上ではこれがヒットしないってことは、これは RNA の話なので、遺伝子の話なので、で実際に編集されるのはゲノム配列なので、そういう、こういう配列はゲノム中にありませんでしたというのが、灰色になったりとか、まあ、あとは、まあ、検索したこの入力した、塩基配列に変異が入っていたりだとか、そういう時は、灰色になって、まあ、お勧めできませんと。で、まあ、こういう、緑色のところから、ガイド RNA を設計していただいて、多分これを gRNA をクリックすると、まあ、こういうものを注文しなさいという、配列が出てくるので、はい、ぜひご活用いただけたらなと思います。よいしょ。はい、でここまでで一応前半、ね、ちょうど1時間半ぐらい経ったので10分ですか、休憩を入れたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。はい、それでは時間になりましたので、後半の、ゲノムデータベースの紹介に、移りたいと思います。まずゲノムデータベースとはなんですけど、まあゲノム情報をはじめとした遺伝情報を、まあ、もちろんゲノムは生物種ごとにあるので生物種ごとにまとめたデータベースを言います。で教義にはゲノム配列だけのデータベースを言うんですけども、一般的にはゲノムの配列プラスどこからどこまでが遺伝子ですよとか、どういう機能、その遺伝子はどういう機能を持ってますよとか、そういう、いろんな情報をまとめた、データベースのことをゲノムデータベースと呼んでます。で、さまざまなデータベースがありまして、まあ、NCBI の、ゲノムっていうところに行くと、まあ、生物種ごとの、そういうゲノム情報がありますし、まあ、プラントではプラントの、ゲノム情報をまとめてますし、日本の、遺伝研でやっているマイクローム DB というところでは微生物のゲノムのデータをまとめています。でこういうふうに、まあ、そういうとあるセンターが、まとめているようなゲノムデータベースというのもあるんですけど、そういうデータベースセンターが、まとめているようなゲノムのデータベースというのもあるんですけども、まあ、歴史的にはコミュニティによるゲノムデータベースというのはたくさんありまして、まあ、例えばマウスの場合ですとマウスゲノムインフォマティクス MGI とか、ラットだとラットゲノムデータベース、線虫とかハエにも、ワームベースフライベースっていうのがありますし、植物では白いナズナの何ていうんですかね、テアっていうんですかね、そういうものですとか、酵母のサッカロマイセスゲノムデータベース、あとこれ日本のもともとカズさんの DNA 研究所で作られたものですけど、光合成細菌のシアノベースといったような、まあ、そういう特定の生物を研究しているコミュニティの人が、その自分の研究しているゲノムを読んで、まあ、それぞれの遺伝子についてどういう機能を持っているかっていうのを報告したのをデータベースとしてまとめていくというような活動をやっています。なのでこういう、コミュニティによるゲノムデータベースがある場合には多分その、データベースセンターが作っているものよりもそのコミュニティのデータベースを使った方が専門家がその分野の専門家がまとめてますので、多分より良い情報が得られると思います。まあ、ただこういう、コミュニティがない場合とかそもそもゲノムがない場合ってすごいそれは大変で、まあ、なるべく近い生物種のゲノムを使って研究するということをせざるを得なくなります。まあ、そうすると、どの遺伝子とどの遺伝子が対応するとかっていう対応関係とかを全部取らなきゃいけなくなるのですごい大変になります。その辺の相談とかもたまにとか結構受けたりします。はい、でそういう、ゲノムを見るためのゲノムブラウザーっていうのが、作られています。ゲノムブラウザーっていうのは塩基配列解読したゲノム配列と、まあ、そこに、付けられているアノテーションを、情報を、
一度に見るような仕組みになります。で、まあ、オンラインで使えるものとローカルで使えるものがありまして、まあ、オンラインで使えるものは、ウェブブラウザ上からまあ、どっかのサーバーに置いてあるゲノムデータベースから、必要な部分だけの情報を取り出してきて表示するというもので、有名なものでは、UCSC のゲノムブラウザーですとか、アメリカの UCSC ですね、あと、EBI がやっている、アンサンブルゲノムブラウザーですとか、あと、まあ、NCBI がやっているゲノムデータビューアーとか、あと最近、DBCLS の方でも統合ゲノムっていうのを、まあ、微生物が中心なんですけども、まあ、一応真核生物にも広げるような形で作っています。あと、まあもう一つローカル型っていうのがあって、まあ、最も有名なのは IGV というソフトウェアで、IGV を使って、まあ、ネット上からデータをダウンロードして表示することもできますし、自分の手元にあるデータをその、ゲノムブラウザーで、表示するというようなこともできます。まあ、細かいことをやろうとするんだったら IGV を使ってやる方が、小回りは効くと思います。ということで、早速なんですけど、UCSC のゲノムブラウザーというのを、使ってみたいと思います。はい、まず、この UCSC のゲノムブラウザーというのを、開いてください。まあ、基本的にこれここにはゲノムのデータがあって、そのゲノムにアクセスするためのいろんな手段が用意されているんですけど、まあ、一番上にゲノムブラウザーというのがありますので、これをクリックします。まあ、そうするとなんかこういう画面が出てくると思うんですけど、この UCSC のゲノムブラウザーはもともと UCSC の、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・サンタ・クルーズにあるんですけども、何年前ですか、2、3年ぐらい前に理研の方で、そのミラーサイトを立てたので、このゲノムアジア UCSC.edu っていう方を、言ってもらうと日本の、サーバーにつながります。中身は全く同じです。なので距離が近い分、その大量のデータをやり取りするときには早いということになります。で、まあ、いくつか代表的な生物の、一覧があるんですかね、まあ、ゲノムが入っていて、まあ、そういう、ゲノムを見ることができます。で、今回は人の、HG19 という、ものを使って検索してみようと思います。ここも、何でもいいんですけど、まあ、例えば FAM32A っていう遺伝子の、何でもいいです、自分のお好きなもので結構です。あ、そうですね、なんかこれもあれですね、何文字か入れる と、サジェストが出るようになってますね。で、こう押すと、こういうような、まあ、ちょっと見にくいんですけど、こういうような画面が出てきます。これ全部表示されてないし。はい、ちょっと全部表示すると画面がちっちゃくなっちゃうんですけど。はい。で、今、検索した遺伝子が、これになります。なので、RNA の全長が今この画面に表示されている状態になっていて、この太くなっている部分が、エキソンですね。
でこの、一番太いのはあのコーディング領域で、ちょっと細くなっているところが、コーディングされてない領域ということになります。でその下にあるのがあの NCBI のレフシークの、アノテーションで、まあほぼ同じということになっています。でその上には、今19番染色体の、この場所にありますよというところで、グラフィカルに19番染色体のこの場所を今表示していますということが出ています。でその他にも、これは何かな、これは何かちょっとよくわからないですが、スニップとかあると表示されてる、スニップとかあると表示多分されてるんです。でこれが、ジーンエクスプレッションイン53ティッシュって書いてあるんで、これがまあちょっとあのゲノムの座標とは関係ないんですけど、53種類の、細胞臓器でどういう発現量を示しているのかっていうのが、出てます。でこれがあのヒストン収縮の状態ですね、とか、まあそういう、これが、他の生物の、どれぐらい保存されているかっていう保存度を示したところで、全体を見ないとわからないけど、こういうふうに、エキソンの部分は非常によく他の生物でも保存されているというのがわかると思います。特にコーディング領域ですね。エキソンの部分でもこの、これはどっちかな、3ダッシュUTR の部分は、他の生物では保存されてなくて、でもこの、コーディング領域はあの保存されているというのが、一目で分かります。でその下にあるのがこれがあの他の生物との、類似度で、まあ、こういうような、生物種で、この辺りがこの辺りの配列が似ているというのが表示されて、これが一番最初の普通に表示される、普通に検索したら普通に表示される画面です。ただですね、このゲノム、あの UCSC のゲノム自体はこういうゲノム配列に対するアノテーションっていうのは膨大なアノテーションを持ってまして、それが下に一覧になってます。ずらっと並んでいるのはこれ全部、このデータベースの中に入っているアノテーション情報です。で今この白くなっているところが今、この上のゲノムブラウザ上で表示されている部分です。ですので、まあちょっと探すの大変なんですけども、もし自分の欲しいアノテーション情報っていうのが、どっかにあればそれを、オンにしてあげれば表示されるということになります。ここではですね、レギュレーション、まあ、例としてレギュレーションというところにある、エンコードのトランスクリプションファクターバインディングサイトかなを、表示してみたいと思います。レギュレーションのここに、2段目の右端にあります。これもあのお好きなものを見ていただければいいと思うんですけど、レギュレーションの2番目の右端に、エンコーディングの、エンコードの、エンコードっていうプロジェクトの、トランスクリプションファクターのバインディングサイトがあるので、これを小にして、で、UCSC の場合には、小にしても、自動的には表示されないので、リフレッシュというのを押すと、はい、今新しくここにずらっと何か増えました。
こういうふうに、これ細胞の名前かなんかですかね。この細胞の、こういう、トランスクリプションファクターのバインディングサイトがここにアノテーションされてますよというようなことが、情報が表示されます。で、なんかこの辺にも、トラクシンバインディングサイトがあるので、なんかこの細胞のこの辺には何かあるのかなってことは、このブラウザー上で見てもらえば分かると思います。こういうふうにしてもう本当に、膨大な量のアノテーションが入っているので、もちろんそれぞれに、説明はありますので、それを見ていただいて、もし自分の、知りたいような情報があれば、もちろん消すことも、今出ているものを消すこともできます。なので、自分の表示したいアノテーションをこの、ゲノム配列上に表示して、例えばこれ拡大縮小もできますので、ズームアウト、ズームアウト。そしたらこの遺伝子の、前後にどういうような、制御因子があるかっていうのを、表示させたりとか、することができます。こういうのを眺めて、こういうバインディングサイトがあるんだから、こういう遺伝子を入れたら発現が抑制されるはずだとか、そういうような仮説を立てるのに、役立つのかなと思います。で、いろいろごちゃごちゃ好きに遊ぶとなんか画面がごっちゃになってくるんで、そうするとこの、デフォルトトラックスっていうのを押すと、元に戻ります。はい、あとですね、一応これはもう自分のデータを一応ここに載せることもできるんですけど、どっかのサーバーにこのトラックハブっていう形式で、置かないと、置いてここで URL を自分のデータを置いた URL を指定すると、この上に表示させることができるんですけど、それはそれで面倒くさいんで、自分のデータを表示させたいときはIGV とか使って、ゲノムデータを、引っ張ってきて自分のデータを、ローカルで表示させるという使い方がいいのかなと思います。はい、他にも、アンサンブルとかありますけど、やってるところが違うとやっぱりそれぞれのアノテーションの付け方が違ったりだとか、集めてるデータが違ったりするので、ゲノムの配列自体はそのゲノムのバージョンが同じであれば配列自体は同じなんですけども、そこに乗っかる、アノテーションっていうのは、それぞれのゲノムデータベースによって微妙に違うというようなことになっています。そこは皆さんの自分の興味のあるデータがあるところを自分でご自身で探す必要があるかなと思います。はい、というのが UCSC のゲノムブラウザーで。もう一つ、ですね、これも、東大の医科研でやっている、DBTSS と DBKILO っていうのを、一応私もちょっと関わっていたので紹介したいと思います。もともと DBTSS っていうデータベースオブトランスクリプショナルスタートサイトっていう転写開始地点のデータベースがもともとあって、そこからですね、いろんな情報を足していったので、もはやこれ転写開始点のデータベースじゃないよねっていう話になって、新しく DBKILO っていう、こんな長ったらしい名前になりました。本当はもうちょっとデータベースオブカシワエンサイクロペディア
リキュラーとリオミックスぐらいの名前だったんですけど、あの論文を出すときにエディターにこの名前はけしからんと怒られたんですけど、もうドメインもデータベース名も決まってたので、略称は変えられず無理やり名前をつけてこんな長くなってしまったという経緯があります。でこれは人の細胞の各種オミクスデータを集積したデータベースです。でこれ実際に一家研とあとがんセンター、国立がん研究センターで測定したデータが入ってます。で入ってるデータはホールゲノム、全ゲノムと、なんでスニップの情報と、あとトランスクリプトームの情報、発現量ですね、あとエピゲノム、バイサルファイトからのメチル化と、あとチップシークなので、クロマチンの、どのクロマチンにくっついてるかというような情報、あともともと作ってた転写回視点のデータと、あと最近、シングルセルのデータと、あとロングリードのデータも追加されました。ここ 2,3 年で、こういうデータが追加されています。これも、特にもしかするとこれをやると落ちるかもしれないのであれなんですけど、なんか適当な、座標を入れてもらうと、こういうふうに、先ほどと同じような感じで入れた座標に、こういう NCBI ではこういうアノテーションがついてますよと。これ3つあるのは、あれですね、スプライシングバリアントですね。で、この HPC8 っていう細胞の、このクロマチンにくっついてるのはこういうところにくっついてますよとか、いろいろあって、これも下の方からいろんなデータが入っているので、シングルセルのデータですとか、これは赤くなっているのが今表示されているやつです。もっとちょっとこれもいっぱいあるってよくわからないことになっているんですけど、一応もともとやってたのがこの肺腺がんの26細胞を使っていろんなTSS から、こういうヒストン結合しているものとか、そういうものを、収録してました。これも、オンオフで、今一番下に、LC2AD っていう細胞の、転写回視点のデータを表示させるようにしたんですけども、ちょっとなんか表示がしょぼいんでちょっとあれなんですけどこういう、網羅的に、同じ手法で、網羅的に取ったようなデータっていうのがこのデータベースの中に入ってますので、そういうようなデータも、使っていただくことができます。あともちろん、その自分たちで取ったデータだけじゃなくて、その外部の、アノテーションの情報なんかも入れれたはずです。入れたと思う、ですね、こういう、パブリックデータとか、TCGA とかキャンサーゲノマトリスのデータですとか、ICGC のデータとか、そういうのも、このゲノムブラウザー上にマッピングしていただくことができるようになっております。はい、でここまでが一般的な、ゲノムデータベースの話だったんですけども、次に、特に人のデータベースについて、紹介したいと思います。でまずその前にですね、一つ、国際的な、
取り組みっていうのを紹介したいと思います。で今6年前でしたっけ、今回が6回目だった気がするので、多分6年ぐらい前に、GA4GH っていうグローバルアライアンス・フォー・ゲノミックス・アンド・ヘルスっていう、国際的に、人のゲノムのデータとあと医療情報ですねをどうやって、共有していきましょうかということを、決めるためのルールと標準を決めるための、アライアンスができました。で今そこでどういうことをやっているかっていうと、一つは、基盤的な技術ですね、の開発 と、こういう、ちょっと後で紹介しますけど、クラウドを使った基盤的な技術とか、もちろんあとは倫理的な問題ですね、あとはセキュリティの問題を、話し合うグループと、あと実際に存在する 今実際に直面している問題を解決するようなドライバープロジェクトというようなものがこういうような、基盤技術を使って、データの、共有を図りましょうというようなことを、話し合っているような、ところです。で先ほどの横軸のワークストリームにはデータセキュリティですとか、あと規制とかエシックス倫理問題ですとか、あと最近だとデータが大きくなってきたのでクラウド上でデータを扱うときにどうしましょうとか、あとそのデータを使うときにデータをやっぱり使っていい人と使っちゃダメな人がいて、研究者なら使ってもいいですとか、お医者さんなら使ってもいいですとか、そういうどういう属性の人がどういうデータにアクセスできるのかっていう、そういう決まりと、あとテクニカルにそういうような、ものを作ろうというような、基盤技術の開発も行われています。でそういうような基盤技術を使って現実問題、現実に、ある問題に対応するためにドライバープロジェクトというのがいくつか、こんだけ走っていて、メジャーなものとしてはマッチメーカーエクスチェンジっていう、午前中にも、紹介ありましたけど、日本からはアイラットっていう、プロジェクトが、このマッチメーカーエクスチェンジに、参加して、希少疾患の患者さんをマッチングすると。希少疾患なのでもともと数が少ないのでなかなか原因が分からなかったりするということを聞いておりますが、そういうのを、世界中から、症例を集めてマッチングすると、マッチするんじゃないかということで、やっているようなものですとか、これも後で紹介しますが、エリクサーのビーコンっていって、自分たちのデータベースにはこういう変異を持ったデータがありますというような、検索するような方法、あと、クリンジェンとかそういう、ENA とかそういうものも入ってドライバープロジェクトとして入っていて、この GA4GH の枠組みの中で、この基盤技術と連携しながら、実際のアプリケーションを作っているというようなことをやっています。で、今年ですね、AMED からですねアンブレラプロジェクトということで日本からもドライバープロジェクトを応募したすると聞いております。はい、でちょっとマッチメーカーぐらい紹介しましょうか。はい、これがドライバープロジェクトの一つのマッチメーカーエクスチェンジというやつで、もともと4つぐらいの、データセンターからスタートしたんですけども、今はこんだけの、データセンターが、つながっていて、患者さんのそのフェノタイプですね、症状と
あともしあればその遺伝子を読んだ、遺伝子検査の結果を検索するとそれとマッチングする人が、どこにいるかとその、誰にコンタクトをすれば、その先に進めるかっていうのを返してくれます。まあ、ただこれ全部がつながっているように見えるんですけど、実際はこれ全部契約ベースでやっていて、どことどこが検索できるようになってますよっていうのはまだまだ制限があるので、実際にはアイラドから検索しても全部に検索がかかるわけではないです。そういうようなことが今、国際的な流れとして、取り組みがなされています。で、これも午前中に、紹介があったんですけども、そういう、人のゲノムとかですね、共有するにあたって、やはりどうしても個人情報というものが、日本の個人情報の保護の法律の改正でもゲノム情報は個人情報ということになって個人識別符号ということになってしまったので、誰にでも見せるわけにはいかないということで、ただアカデミックの要請として研究発表するデータを公開しましょうということが一方であるので、妥協点というかそういうもの。そういうものとしてコントロールドアクセスと決まった人しかアクセスできないようなデータを、収集して公開するような、仕組みができています。で、今もこれも先ほど前半の方で紹介した3局でそれぞれ取り組みがありまして、 NCBI では DBGAP というデータベースがありますし、EBI では EGA というデータベースがありますし、 DDBJ では JGA というデータベースがあります。ただこれこのデータはやっぱり機微情報なので、データ自体は交換してなくって、メタデータだけど、どういうような研究をしたプロジェクトですよっていうような、そういうメタデータを交換してますけど、データ自体は交換してないです。でそれぞれに入っているデータも、NCBI の場合は各インシチューの、各機関の、データアクセス、DAC が、審査して、日本の場合には、そういうものがないので、NBDC が、その、審査機関の、役割を担っているということになります。これも先ほど、説明があったと思うので、飛ばしますが、中には、非制限公開データと、制限公開データっていうのがあって、制限公開データは、利用するにも利用申請が必要ということになっています。でどうしてこういう、データベースが必要かっていうと、先ほども言いましたが、論文投稿時には、公的データベースへの登録 と、アクセッション番号の記載が、最近はもう必須になりつつあるということと、あと、特に A メドの場合には予算申請時に、最近はデータマネジメントプランを提出しないと通してくれないということになっていて、その時に、こういうような公的データベースに登録しなさいというようなことが書いてあります。で、データ提供に必要な手続きとしては実際に研究を始めるときに作った計画書と同意文書と説明文書、そしてそれに基づいて倫理審査、各機関で倫理審査を通していると思うんですけども、それの通知書が必要となります。で特にですね、このデータ共有の場合にはそのデータを提供しますという同意をあらかじめ取っておくことが重要で、この同意がないと原則的には全員からまた再同意を取らなきゃいけないという事態になってしまうので、実際には不可能なんですけど、そういう事態に
なってしまうことも考えられるので、基本的にはまあそういう論文発表とかされる予定があるのであれば、事前にこのデータ提供に関する同意を得ていく、もらっておくことが重要なのかなと思います。はい、で午前中にもあったようにそういう提供方法とかガイドラインはここにあります。でこれも午前中にありましたが、まあデータ提供者の場合にはデータ提供 したいですと申請をして倫理審査、人データ審査委員会の方で審議をして承認をされればこの DDBJ の JGA の方にデータがアップロードできるようになって、データがアップロードされるとアクセッション番号が発行されて、でこのアクセッション番号を論文に書けば論文が通るかもしれない。で利用者の場合は利用者の場合も申請をして承認が得られれば、この DDBJ センター JGA からデータをダウンロードしてきて使うことができるということになっています。でこの公開制限公開データを利用するときなんですけれども、審査がもちろん審査が必要で、研究計画とあと、それに基づいた倫理審査の、承認通知ですね。あと、年に1回、データをどう使いましたとか、まだ使いたいですとかそういうような、報告義務が、あります。で、これは最近の話なんですけども、で今では原則としてそういうデータ利用するときには、自分たちの機関のサーバーに、ダウンロードして使ってくださいというようなことになっていました。ただですね、最近機関外サーバーというところでそのある一定の基準を満たしたサーバーであれば、そちらに置いてもいいですよというようなの、これ何月からでしたっけ、8月、今年の8月かららしいんですけども、一応今のところその、機関外サーバーとして認められているのが DDBJ のスパコンだけです。なので、一応利用申請して、もし自分の組織にそんなセキュアな、サーバーがなければ、この DDBJ のスパコンにデータを持ってきてそこで解析をしていただくというようなことが、今年の8月から可能に、なっております。もちろん、自分のデータをその、DDBJ のセキュアなエリアにアップロードして混ぜて解析するということもできます。一応機関外サーバーもこれからは増えていく予定なんですね。わからない、はいはい。まあ、特にこの JGA のデータの場合には、まあ、実質的に同じスパコンに入ってますので、データのやり取りというのはすごい楽になると思います。で次に、統合バーの、使い方について紹介したいと思うんですけど、その前に、まあ、前半で出しました1次データベースと2次データベースの関係で、ユーザーが登録するデータベースが1次データベースと言いましたけど、まあ、それに当たるのが NVDC の人データベースで、ここにはだからユーザーが登録した情報が載ると。で統合バーは何をしているかというと、ここに、登録されたデータを、独自のパイプラインで再解析して、同じ仕組みで再解析して、で統計情報にしてしまって、もともとはこれは個人単位でデータが入っていたとしても統計情報にしてしまって、データベースに載っけるということをやっています。なのでこの1次データベースから、データを加工して2次データを使って統合バーというところから、公開しています。でこれも、午前中と被りますけど、日本人統合バーというのは日本人の多様性統合データベースで、NVDC 人データベースに入っているデータから、まあ、個人特定されないような、加工をして、まあ、頻度情報に、変換して提供しているものです。
で、日本や、海外で公開されている、その人データベース以外から公開されている頻度情報とか、ゲノムの多様性と疾患との関連の、関連情報を、統合的に検索することが可能になっています。で、検索対象データベースとしては、NBTC の人データベースから再解析した、125人分の、これは全エクソームです。コーディング領域だけですね。と、18万人の、マイクロアレイのデータ。で、あと、東北メディカルバンクの、3554人分の、これは全ゲノムです。あと、京都大学の、いわゆる長浜コホートって言われるプロジェクトの、1208人分の全ゲノム。で、ブロードインシティトゥートの、イグザックっていう、いろんな人種の、データを集めてきた、6万人分の全エクソームですね。これも、遺伝子領域だけのデータ。あと、知識情報としてクリンバーとか、あと文献情報なんかも、入っています。なので、データベースにはいろんな、プロジェクト、いろんな研究者が、データを登録するわけですけども、それぞれの、データを同じ方法で再解析してガッチャンコして、頻度情報にして提供すると。で、ユーザーは、この、データベースを、検索して、もし自分の使いたいデータセットがこの中にあるなと思ったら、NBDC の人データベースの方に利用申請をしていただいて使うというような形に、なっています。ということで、統合バーっていうのを実際に使っていただこうかなと思います。はい、このような画面になるので、ここに、キーワードとかを入れるところがあるので、何でもいいんですけども、ブレストオバリアンキャンサーファミリアル、これも確か、保管機能があったと思うので、遺伝子名とか疾患名とか、あと DBSNP が提供している RS 番号とか、あとゲノム上のロケーションとかでも、検索できますけども、ここでは、途中まで入れると出てくるので、入れると、この情報に紐づいている、エントリーだけが、残ってきます。で、これが一番左側にあるのが、そのどういう変異のタイプかで、S が多分スニップで、デルがデリーションで、他にもいくつかあると思うんですけど、そういうどういうタイプかっていうのと、あとは統合バーの ID と、もしあれば、対応するものがあれば、DB スニップの RSID、あとポジションと、リファレンス、参照配列の配列と、あと変異の配列、またこれ遺伝子名ですね。で、フリークエンシーっていうところで、どれぐらいの頻度の情報があるかと。で、この上から2番目の例ですと、なんでこれ一番上出てるんだろう。例ですと、JGA の全エキソームのやつでは、0.028 で、東北メディカルメガバンクのデータでは 0.08% の頻度で出てますと。で、この隣がその、変異が どこにあるかという情報で、イントロにありますとか、5-UTR にありますとか、
書いてあって、でこの辺が、シフトとか、これが立体シフトが確か、立体構造にこの変異が立体構造に与える影響を指標化したもので、値が低い方が立体構造の変異が大きいと。例えばもう、変異で終止コドンになっちゃった、ストップコドンになっちゃったらもうタンパク質そこで作られないので、この値が低くなると。でこっちがなんか機能に、与える、その変異がどれぐらい機能に、変異を与えるかという指標らしいです。でこれは高い方がまずい、やつで、もし、クリンバーっていうデータベースに、この変異がどれぐらい、疾患と関係があるかっていうの情報があるんですけども、まあ、それがこの変異に対応する情報があればそれが表示されるというようなことに、なっています。であとこの、この結果画面の左側ですね、ここからいろいろ絞り込むことができて、データセットですとか、バリアントのタイプですとか、ここにありますね、ここに、こんだけあるらしいですけど、このタイプとか、あと、クリンバーのアノテーションですね、パソジェニックとかそういうものから、絞り込むことができるようになっています。ではですね、次に、データセット、SNV、シングルヌクレオチドバリアントだけにしてみますということをやるので、このバリアントタイプのところの、まあ、全部ポチポチ消していただいてもいいですし、まあ、一回オールを押すと全部消えるんで、そこから選んでいただいてもいいですけど、そうすると、まあ、先ほどこの辺にあったデリーションの、エントリーが消えて、SNV のデータだけになります。でさらに、JGA の、 ホールエキソームのデータでアリル頻度が、0.1、まあ、つまり 10% 以下の、変異で、絞り込んでみようと思います。なのでこの、左側のフィルターの、上から2番目のところに JGA の NGS で、0.1 以下 0.1 だっけ 0.1 以下で、アップデートとするとさらに絞り込まれて、さっきは何件だったのか、さっきは2800件ぐらいヒットしてたんですけれども、JGA の、全エキソームの頻度が 0.1% 以下っていう、フィルタリングをかけると、まあ、57の変異が、絞り込まれたということになります。で、それでこの ID 欄に表示されている、統合バーの ID ですね、TGVID をクリックすると変異の詳細が、表示されるんですけど、まあ何でもいいんですけど、一応いろんなデータがあった方がいいかなと思ったので13番目、1234、これですかね、多分これですね、クリックしていただくと、まあ場所 と、どういう変異かっていうの と、その頻度、いろんなデータベースの頻度のまずサマリが出てきて、まあ、その下に、いろいろ、まあ、これを、まあ、これをなんか文字に直したような感じですけど、でその下に、もっと特にこのイグザックの場合ですね、いろんな人種が入っていろんな人種のデータが入ってますので、それぞれの人種で、どういう割合だったかと。いうようなことが、分かります。だいたい、
日本人では 0.1% ぐらい でイーストアジアも 0.1 ぐらい で他の人種は低いというような、傾向が、見て取れます。はい、でどんどん下に行っていただくと、ゲノムブラウザみたいなのもあって、この周辺にどういう変異があるのかというのがあって、これをクリックしていただくとその変異の情報に、飛ぶことができます。またあと関係する、トランスクリプトとか、関連文献の情報も、取って、この変異に関係する、文献ですね、情報を取ってくることが、できます。はい、今キーワードで検索したんですけど、例えば、ね、RS671RS 番号の671で検索してみると、ノーマッチングなのは、最初からやります。RS671 っていうのはアセトアルデヒドデヒドロゲナーゼの変異なんですけど、よく言われるように、日本人では 0.2% 違う 0.2% じゃない、20% ぐらいの人が、持っていて、アジアの人も大体それぐらい持っていて、他の地域の人種の人はもう全然持ってないと。あと、もし、情報があれば、この、ジェノタイプの情報ですね、リファレンス、変異のないペアを持っている人がこんだけいて、片っぽだけ変異している人が、こんだけいて、両方とも変異している人が、こんだけ、この JGA のマイクロアレイのデータのデータには、これだけの、頻度でありましたというような情報が、表示されます。はい、ここまでが、統合バーの紹介です。はい、次に、人に関する、情報を検索するツールということで、先ほどに GA4GH のドライバープロジェクトの一つにありましたビーコンというものを紹介したいと思います。これも NVDC の方でビーコンのサービスを提供しています。でビーコンというのは何かというと、自分の興味のある変異がそのデータセットの中にあるかどうかを検索するためのサービスです。例えば一番染色体の12345番目のリファレンスが T なんだけど、それが A っていうデータがそのあなたの持っているデータセットの中にありますかって聞くと、ありますありませんっていうのが返ってきます。で現在のところはその NBDC の人データベースの中にも公開非制限公開データと制限公開データがあったと思うんですけど、それのオープンデータですね、非制限公開データを使って、試験的に公開しています。でもしかすると将来的にはその、制限アクセスデータに対して検索できるようにすると、制限アクセスデータを使うためには申請をしなきゃいけないんですけど、あるかどうかもわからないのに、申請して、大変な思いして計画書書いて倫理審査委員会通して、利用申請して審査を受けて使えるようになって中見たらありませんでしたというのはすごい悲しいので、実際、自分の
興味のある変異があるかどうかは、事前に、まあ、もちろんそれはある程度の制限を設けた上で、検索して、もしその中に、自分の興味のある、変異を持ったデータがあるんだったら、そこから申請してもらうという方が、より、リーズナブルかなという気がしてますが、まだちょっと実際に、制限アクセスデータに対して検索できるようにするかっていうのはまだ未定です。で、これも実際に、使ってもらえばいいと思うので、使ってみたいと思います。はい、この上の NBC 違いますね。このまず NBDC の人データベースというところに行ってください。はい、これが午前中から何回も出てきている NBDC の人データベースのページで、まあ下の方にどういうデータが入っているのかというのが、一覧になってます。で、なんか適当なのをクリックしてもらうと、より詳細な情報が、出てきます。どういう研究だったのかとか、はい、対象者とか規模とか、マイクロアレイなのかとか、まあいろいろ、いろんな情報が、出てきます。で、まあ、本当はこれ全体に対してビーコン検索できればいいんですけど、そういうわけにもいかないので、今は、まあ、その作った当時に、非制限公開で、しかも、頻度情報になっていたデータだけを対象にしています。4つのデータセットしかなかったんですけど、当時は。で、それが、ここの、トップページの文字の下にある、ヒューマンデータベースビーコン4オルタナティブアレルっていうところです。で、この文字をでかくしちゃったからかな。で、この横に検索例が、あるので、GRCH30 だから HG18 の、12番染色体のこの場所が、A のアリルはありますかというのをここをクリックすると検索するようになってます。そうすると結果が返ってきて、この、HUM0013 っていうデータセットには、ありますと。この、14番のデータセットには、この変異はありません。15番にはあります、16番にはありますということが分かって、まあ、実際にこの URL をクリックしていただくと、そのデータセットの詳細にいきます。14番は何だったかな、何でしたっけ。14番で友のデータでしたっけ。まあ今だからその友のスニップのデータと、DDJ っていう、データのこの4つですね、この4つのデータしか今、検索はできないんですが、まあ、将来的には、もうちょっと増やしていければなと思っております。で、まあ、使い方のヘルプなんかもあって、まあ、こういうふうにこういう URL で、検索すると
今あのデータセットを4つのデータセットに対してあの横断的に検索しましたけど、まあ、特定のデータセットだけにも絞って検索することもできます。中に入ったこれ JSON か、はい、ちょっと今これ JSON というファイル形式で見にくいかもしれないんですけど、HIM13 というのはあのデータセット的には、150万の、変異が登録されていてというような、ことが、書かれています。で、あのこのビーコンっていうサービスはあの NBDC だけがやってるわけじゃなくて、今いろんなデータベースにすでに実装されています。でこのビーコンネットワークっていうところがあるんですけど、これはあの世界中にあの NBDC と同じようにビーコンのサーバーを立てている、データベースがたくさんありまして、まあ、例えば検索すると、まあ、でこれあの場所とかその機関のサーバーとかによってあのレスポンスの速度とか違ったりするので、まあ、いっぺんには返ってこないんですけど、まあ、こういうふうに結果が返ってきたものから、で今一応今あの見つかったものしか表示しないことになっているのでここしかないですけど、どんどん検索していって、お今終わりましたね、はい、あで返ってこないものは諦めるってこともやってます。そうすると、まあ、多分、NBDC にはこの辺にないと思うんですが、どっかにここにありましたね、はい、NBDC の、ビーコンも、まあ、一応この辺は持ってなかったんですけど検索対象に、なっております。はい、現在のところ、38の機関の、1つの機関が複数の、データベースを運用していることもありますので、66サーバーが検索対象になっています。はい、で多分これが最後だと思うんですけど、午前中にも紹介がありましたあのパブケースファインダーというのを使ってもらいたいと思います。でこれはあの希少疾患の、症例を検索できるあの診断支援システムです。であのまず患者の、症状のキーワードを入力 していただいて、そのキーワードと関連性の高い疾患名とあともしあれば症例報告を、ランキング表示してくれるものです。で中にはあの、希少疾患のデータを集めたオーファネットっていうデータベースのデータ4000件の疾患情報と、MIM の7000件の疾患情報、あとあのパブメドから、30万件の症例報告のアブストラクトですねから、情報を取ってきてます。で特徴としてはあの、ヒューマンフェノタイプオントロジーは症状っていうのはやっぱり人によってあの言い方が全然違うのであのみんなバラバラなんですね。だからそれをあの統一的にみんな同じ言葉で、検索できるようにするためにあのヒューマンフェノタイプオントロジーっていうのが開発されてまして、でこれはあの欧米で開発されてるんですけどもそれを、日本語化しようというような、プロジェクトプロジェクトも、走ってまして、それこのオントロジーによる、症状の、表現の標準化っていうのが、されてます。あとあのテキストマイニング技術を使って症状と疾患の自動抽出をこの、パブメドの30万件の症例報告から、まあ、同じ分に、その HPO の症状とあと疾患のこういう、上のデータベースに載っている疾患名が出てきたら、それは関係あるでしょうというような、ペアを抽出してきています。で今のところはあの症例報告はあのパブメド英語だけなんですけども日本語のものの
にも対応しようというようなことをやっております。で、実際に、使ってもらいたいと思います。はい、パブケースファインダーを使ってみるというところで、はい、まあ、一応解説動画なんかも下にあります。はい、で統計情報とかもあります。で、基本的にはここに症状を患者さんの症状をずっと並べていってもらうだけです。で、これも一応検索する例があるので、これをクリックすると、検索することができます。で、一応ここに今入ったんですけど、例えばですね、まあ、この頭痛っていうのはHP なんだか2315っていう ID がついて標準化されてるんですけど、オントロジーってその関係性の言葉の関係性も入ってるんですね。なので、この今入力されているここをクリックしてもらうと新しい画面が出て、この頭痛っていう、まずこの頭痛っていうもののがどういうものかっていう説明があって、まあ、それの上位概念ですね。頭痛っていうのは神経系生理の異常の一つですと。で、さらにその一つ下の下位概念も、あって、頭痛には偏頭痛ですとか、まあ、いろんな頭痛があるので、それをもしだから、そのより適切なものがあれば、そっちを選んで、入力を入れ替えることができるというふうになっています。なので、まあ、とりあえず、まあ、頭痛とかそういうものを入れといて、どんどんその患者さんに適した、単語に入れ替えていくというような、ことができるようになっております。あと、この HPO は英語も日本語もあるので、どっちで入れても大丈夫です。はい、これでこう OK を押すと入って、で、疾患を検索とすると、はい、検索されてきて、この、私は医者じゃないので分かりませんが、このこういうフェノタイプを持つ患者さんには、まあ、もやもや病であると。との類似度が高いということが分かります。で、さらに、もし遺伝子検査なんかをやられていて、どの遺伝子に変異があるのかと分かっている場合には、ここにそれを入力していただくことで、さらに、絞り込むことができるようになっています。はい、ちょっと例は書いてなかったですね。はい、例えばなんかこの辺の遺伝子を適当に入れると絞り込まれるんじゃないかな。なので、症状だけでも、絞り込めなかった場合でも、もし遺伝子検査の結果があって、異常のある遺伝子が分かっていれば、より絞り込むことができるというようなシステムに、なっています。で、このリンクをクリックしてもらうと、その症例報告ですね、PubMed IDがどれぐらいの類似度であるかっていうのを、ランキングしてリストアップしてくれるので、まあ、実際に詳しい内容を知りたければこの、論文にアクセスしていただいて、実際の患者さんとの、にマッチしているものかどうかっていうのは、判断の
手助けの材料の一つにしていただけるかと思います。はい、それぐらいかな。はい、ということで、今日準備してきたのはこれぐらいなのですが、ちょっと10分ぐらい時間が余ったのでおまけとして、DDBJ のスパコンについてちょっと紹介させていただけいただこうかと思います。で、基本的に日本のアカデミアの機関に所属している方であれば、無料でご利用いただけます。これはなんだか海外との、なんか軍事利用とかされたら困るので海外の人は使えないんですけど、日本のアカデミアの研究にアカデミアの機関に所属している方であれば基本的に無料で、利用可能です。ただ年度末に、どういうふうに使いましたという利用報告の義務はあります。ただ一つのグループでですね、大量のデータを扱う場合、ホームページに書いてあるのは30テラって書いてあるんですけど、30テラバイト以上のデータを使う場合には、有料ですと。あと途中で紹介しました人データの機関外サーバーですね。その人データの、個人ゲノムの解析環境を利用する場合も、一応有料ということになっております。でこれもNGS の解析と同じように基本的にコマンドラインから、ログインして利用していただくものですので、コマンドラインが使えないとちょっと使うのは厳しいかなっていうのがあるんですけど、一部ですねウェブから利用できるサービスもありまして、MyGAP っていう、これは微生物の、ゲノムのアノテーション用のツールです。あともう一つ DDBJ のリードアノテーションパイプラインっていうのがありまして、これ見てもらってもいいかな。NGS のデータとかをアップロードして、一応このウェブ上でポチポチやって、どのソフトウェアをどういうパラメーターで使って、計算してくださいっていうようなことをウェブ上からできるようなツールを一応 DDBJ では用意しているので、これを利用していただくこともできます。これの、解説した、動画はなかったかもしれないですけど、講習会の動画はあったと思うので、もし興味があるとある方は探してみてください。はい、ただですね、無料なんで皆さん結構使っているので結構混んでるらしいです。あとですね、この DDBJ 最初にあったように三島にあるんですけど、三島結構夏雷が落ちて春停が起きるんですけど、止まるの一瞬なんですけど、スパコン春停が起きるともう、勝手にシャットダウンしちゃうんで、結構夏場は止まるので、その辺をご注意して、計算とか、していただければと思います。ちょっと早いですが、私の方からは以上になります。何か